こんにちは、イヴ・サンローランボーテメイクアップアーティストの徳澤です。今回は新発売の理想的な肌のキメを模倣したファンデーション、オールアワーズリキッドを中心にイヴ・サンローランボーテが提案する夏のルックをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ベースはピュアショット UV50 を使用、高いプロテクション効果だけでなく極薄ベールでメイクアップの仕上がりに明るさとツヤ感をプラスします。さらに顔の中央に重ねて立体感を出します。透明感のある滑らかな肌に仕上げます。理想的な肌のキメを模倣するオールアワーズリキッドは、まるでファンデーションが消えるようにカバーされた、カバーしている形跡が見えない新生リキッドファンデーションです。まずは頬から優しくプレスするようになじませます。指を使って顔の高い位置を意識してつけるのがおすすめです。指でプレスすることで肌との一体感が出てきます。次にフェイスラインは顎先から頬に向かって引き上げるようになじませます。骨格を引き立て立体感のある仕上がりに。額も中央から外側に向かって広げ、鼻など細かいところも指でなじませます。最後にカバーがしたいところがあれば軽くタッピングしながらなじませます。チェックイット。手の体温を使って温めることでより素肌に一体化させることができます。ハイカバーなのに軽やかで美しいキメの整った肌の完成です。ルミナスマットの肌を引き立てるハイライタークチュールナンバー2を使用します。ゴールドとローズの輝きでハイライター兼チークとしても使用可能です。頬骨の高い位置に乗せて磨くようにつけます。大人気のルージュボリプテシャインから新色3色とルージュボリプテキャンディーグレイズから限定1色がサマーコレクションとして登場。ルージュボリプテシャインナンバー150を全体に塗り、唇の体温でなじませます。ルージュボリプテキャンディーグレイズナンバー1を中央に置くようにのせます。ミルクシェイクのカラーに輝きをミックスし、夏のヌードなリップメイクにアクセントをオン。イヴ・サンローランボーテが提案するサマールックの完成です。いかがでしたでしょうか。キメの整った理想的な肌をファンデーションで叶えて、ぜひサマーメイクも楽しんでください。西武そごうのショッピングサイト e デパートでもぜひチェックしてみてくださいね。店頭でもお待ちしております。